原巨人の補強はまだ序の口、喉から手が出るほど欲しい元ドライチ本命投手の名前。楽天のあの人、今、他球団から最もトレードの問い合わせがあるのは、慎吾と言います。先週末13日なんかに2打席連発を含む3安打5打点と大暴れ。2軍で打率3割8分3厘と打ちまくっているのに、原監督に飽きられているのか、一度も1軍から声がかからないのは、さすがに気の毒です。2軍では18年から4年連続で3割超え。今や2軍の帝王となっていて、他球団がもったいないとリストアップしていると聞いています。石川富士氏があるぞ。なんで2軍ローテる選手とバリバリローテ若手投手交換せなあかんのや。富士氏ら今ローテ格なんか、もう見切られた存在かと思ってたわ。ま、今すぐトレードしてくれと預金に毛が生えた程度でええんや。いく2軍で打つからとはいえ1軍に上がったらから騎士だもの、もう騙されないよ。楽天なら騙されぬと思っていてくさ。しゃあない出血サービスで若いは誰ん菊田もつけるでほしいやろ。交流戦終わったらウォーカー放出や。近年の放出癖のある原が石川を欲してるだけって、なんかおかしいしほんまにオファーあるんかね。巨人さんがいらないと思っている選手が、トレード候補とか他球団が欲しがってる。で書けば記事が出来上がりの簡単なお仕事。飽きられてというか今のが嫌そうで、仮に秋広でもぼかして石川使ったらボウボウ起きるわ。心情に騙しておくれんかな。